用にお願いします。出稼ぎ風俗嬢も大阪に一緒に帰るよ。変わっちゃったんだが、メニューがだいぶ変わっちゃってるんだが、タコスなくなってる。タコライス、あのことね、タコライスあんの？あ、タコライスある。沖縄肉玉そば、タコライス、タコライスでいいか。とりあえずタコライス。いつも何食ってた俺。ピザ、ピザ食ってた。ピザなくなったっぽい。なくなったっぽいぞ。
19% なんだけど、あらに似てる。いつ帰ってくんのって言われた。やばい、お姉ちゃんに目つけられた。いつ帰ってくんのって言われた。やばい、ピザなくなりました。なんか黙ってないでしょ。あらら、どうしようかな。とりあえずじゃあ、はい、ねえ、あ、ほんまや、サーモンもない。あ、ほんまや。とりあえずタコライスと、あの、生で、はい。あのピザ美味しかったの。これしかない。はい、お願いします。じゃなくなってたわ。タコライスはまだ生きとったけど。ああ、ちなみに風俗場はそこにおるぞ。風俗場大阪から出稼ぎの風俗場はそこにおるぞ。ああ、マジですか。とりあえずじゃあビールで KP 一人しかいないけど KP。 那覇23時15分から無理やり笑い。それは間に合わんわ。それは間に合わない。24時、必死か。必死すぎるやろ。あかんやろ。ちょっと予約必死すぎるんだけど。
ライス屋さんのお兄ちゃんにめっちゃ気に入られたんだけど、24時ね、とりあえずタコライス食うよ、タコライス。